ブルガリアの州別のイスラム教信者の割合指名のトンブルモスク1993年本項目ではブルガリアのイスラム教について記述する。イスラム教はブルガリア国内少数派宗教の中では最大の信者数を有する。2011年の国勢調査によると国内のムスリムの総数は577,139人に上り、 これは全人口の7.8%に相当する。ブルガリアのムスリムには、トルコ系ブルガリア人、ムスリムブルガリア人、移動型民族のロマが含まれるが、彼らは主に、ブルガリア北東部に居住、特に、ラズグラト州、トゥルゴビシテ州、シュメン州、シリストラ州、ロドピ山脈に多い。ブルガリア大、 ムフティ事務局民族別人口に関する2011年の国勢調査によると、ブルガリアのムスリムは以下のグループに分かれる。オスマン帝国時代に支持されていたイスラム教の宗派であるスンナ派を信仰する者は、ブルガリア国内のムスリムの大部分に相当する54万6千4人である。しかしながら、メブレビー教団やクズルバシュ、ベックタシュ教団のようなシーア派の信者もまた、 存在しており、約27,407人のシーアハムスリムは主に、ラズグラとスリベン、シリストラに居住している。2011年の国勢調査では、ブルガリアの全人口の31.1%が、信仰する宗教を回答しておらず、10%は、出身民族の回答を望んでいない点も留意すべき、点である。国勢調査のうち任意回答となる。 民族自決の項目では、トルコ系ブルガリア人のうち14,698人が無宗教と回答しており、39,529人は信仰する宗教について回答していない。アフマディア・ムスリムコミュニティは、ブルガリア国内では規模が小さいが、多数派ムスリムの宗派との方法論の不一致のため、アフマディアとしての彼らの信仰は禁じられている。 ブルガリア国内最大のモスクは、主面にあるトンブルモスクであり、1744年に設立された。ブルガリアによるムスリムとの接触に関する最初の記述は、ブルガリアの領土に、イスラム教伝同士が来訪した9世紀半ば、ローマ教皇ニコラウス一世から第一次、ブルガリア帝国のボリス一世へと当てた、サラ先人を根絶させなければならないとした手紙に見ることができる。 シメオン一世の治世中、ブルガリア美術の中に些細なイスラム教の影響が見え始めるが、これらはビザンツ帝国の影響までたどり得るものであると考えられている。その後11から12世紀の間、クマンやペチェネグのような遊牧民族のトルコ系部族がブルガリアに侵入、ビザンツ帝国と交戦した。学者によれば、この中にはムスリムがいたとされる。13世紀。 セルジューク朝によるドブロジャイの移動もまた影響のある出来事であった。1362年、オスマン帝国はアドリアノープルの町を攻略。その2年後にはプロブリフ付近まで侵攻していた。ソフィアの町は1385年に陥落した。14世紀後半、オスマン帝国によるバルカン半島支配により、イスラム教は征服されたブルガリアの土地へと広まることとなった。 19世紀後半、ロト戦争後に、ブルガリア解放が起きるまで、国内において、イスラム教の影響拡大は続いた。ソフィアの大ムフティ事務局によると、ブルガリアをオスマン帝国が支配していた時代には2356のモスク、174の鉄家、142のマドラサ、400の枠フがあった。ロト戦争後、多くのイスラム教関連の土地が非軍事的な用途の、 ため破壊もしくは没収されることとなった。現在、ブルガリア国内には1458のモスクがある。ブルガリア正教会を含む他の宗教を信仰する者と同じく、ムスリムは無心論を掲げ宗教コミュニティを弾圧する、マルクス・レーニン主義信奉者、トドールジフコフ率いる政権が実行した信教の自由に関する制限に苦しんだ。ブルガリアの共産主義政権は、 伝統的なムスリムの信仰は、政教分離を推進する共産主義のイデオロギーに完全に反すると宣言した。1989年、共産主義体制であったジフコフ政権による同化政策の結果として、31万人のトルコ系移民がブルガリアから脱出した。1984年に開始されたこの計画は、ブルガリア国内のすべてのトルコ系移民と他の、 ムスリムに対しブルガリア式の名前へと改名し、あらゆるムスリムの習慣を放棄することを強制するものであった。1984年に実行された同化政策の動機は明らかになっていないが、多くの専門家がトルコ系移民とブルガリア人の出生率の不均衡が主な要因であったのではないかと考えている。共産主義体制崩壊後、ブルガリアのムスリムは再び心境の自由を 謳歌するようになった。いくつかの村では若者向けのクルアーン学習コースを制定した。ムスリムは独自の新聞であるミューズルマニーもブルガリア語とトルコ語の2カ国語で発行するようになった。ブルガリアのムスリムが居住するアルダにあるモスク2011年25年をかけた初の研究によれば850人のムスリムの回答者のうち48.6%が自身を 信心深いと回答しており、さらに28.5%は極めて信心深いと回答している。また、約41%はモスクを訪れたことがなく、59.3%は家で礼拝を行っていないと回答している。0.5%の者は論争はイスラム法であるシャリアに則っ,って解決すべきであると考えており、79.6%の者は 学校でベールを被ることは受け入れがたいと回答している。回答者のうち88%は自身の息子に滑稽を行うと回答しており、96%は自身の親戚による埋葬の方法の観察を行うと回答している。回答者のうち半数以上が結婚なしの同性は受け入れがたいことであると回答しており、39.8%が豚肉を食し、 43.3%がアルコールを摂取している。AAB2011 ブルガリアンセンサス、ハットブルガリア、ザワールドファクトブック、CIA ハット、ブルガリアについて、ナショナルジオグラフィック、2014年3月3日閲覧、http コロンスラッシュスラッシュ www.nsi.bg スラッシュセンサススラッシュセンサス h t、si. m アメデスバードビコーズイットイズアゲンストザ・リリジェンスザット・ピープル・フォローヒアズ・パーシキュション2014年3月2日閲覧 H.T. ノリスイスラーム・イン・ザ・バルカンズレリジョンソサエティ・ビトウィーンヨーロッパザアラブ・ワールド1993ピアニッシモ21から27ハット H.T. ノリスイスラーム・イン・ザ・バルカンズレリジョンソサエティ・ビトウィーン ヨーロッパザ・アラブワールド1993ピアニッシモ21から22アリエミノーブ、ターキッシュアザー・ムスリム・マイノリティス・イン・ブルガリア1997ピアニッシモ25ハット・エイチ・ティ・ノリス、イスラーム・イン・ザ・バルカンズ、レリジョンソサエティ・ビトウィーン、ヨーロッパザ・アラブワールド1993ピアニッシモ26エイチ・ティ・ノリス、 イスラーム・イン・ザ・バルカンズレリジョンソサエティ・ビトウィーンヨーロッパザアラブ・ワールド1993 R.J. クランプトン英賞とヒストリー・オブ of ・モダン・ブルガリア1987ハット・オフィス・オブ・ザ・グランド・マフティ・ソフィアムスルー・モンラー・パブリケーション5に0 0 9オフィス・オブ・ザ・グランド・マフティソフィアムスルー・モンラー・パブリケーション11 2 0 0 9ストイ・ナブ ュアスコットをナシリーに V、バルガーヤマゼジュ、ありがとうございます。